大相撲名古屋場所3日目、16日、ドルフィンズアリーナ、先月1日付で二所の関部屋から独立した中村部屋の部屋頭、東十両7枚目、友風が西6枚目、玉正法片尾波、をはたき込んで嬉しい初白星を手にした。立ち合いから前に出る意識でした。確信のはたきですね、とドヤ顔。 先場所は前頭16枚目で初日から6連敗で2勝13敗の悪夢を見た。先場所のこともあるので正直、早く勝ててほっとしています。朝、起きたら師匠、中村親方イコール元関脇、吉風、から、力の入った相撲を取れ、とアドバイスされました。いい相撲が取れたと思います、と振り返った。 今場所から下の名前をユータ、ユータ、からソう壮大に変えた。これも師匠からのアドバイスだった。右膝の大怪我で4度の手術、5ヶ月に及ぶ入院生活を経て友風が手にしたのは障害者手帳だった。それでも土俵に上がり続ける姿に師匠は、お前は人とは違って壮大なことをやり続けている。それはすごいことなんだ。 しかも人の思いがあって土俵に戻ってくることができた。そうたという名前にしたらどうだと言われて解明する決心をしたという。どうです。壮大なストーリーでしょう。誰か映画にしてくれませんかね、と最後まで笑顔だった。